日本放送飯田浩司の OK コージーアップモーニングライフアップ今日の早起きドクター。この時間はコロナとの戦い最前線、新型コロナウイルスの医療対策最前線に立たれています東京都医師会会長尾崎春夫さんに、リスナーのあなたからの新型コロナウイルスに関する疑問や質問にお答えいただいております。先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。PCR 検査、まあ、これ非常に有名になりまして、みんな、はい、知ってる単語になりましたが、これについてもたくさんいただいてるんですが、代表してラジオネームさちママさん、64歳女性の方、感染していても無症状という方がいらっしゃるそうですね。そんな方を一人でも多く見つけるために PCR 検査やってほしいですと。まあ、これね、全員にやった方がいいんじゃないかっていうような指摘もありますけれども、現場のご意見としてはどうですか。はい、まず PCR 検査をやるためには、しっかりした検体を取らなければいけません。はい、そのためには、やはり喉の奥はですね、なかなか感度が3割ぐらいしかないって言われてるんですね。で、鼻の奥でやると6割から7割検出できると言われてる。まずそういう採取法があります。はい、ですから今大体鼻の奥とかでやるんですけども、これがなかなか難しいんですね。ですからやる側の人も、例えばくしゃみとかされると、はい、全部もし感染してる人がいたら、その人のが全部、浴びちゃう。浴びちゃう。はい、だから、やはり、フル装備でキャップをして、アイシールドをして、ガウンをつけて、手袋を何重にもしてやって、はい、一人を取っていくので、相当な危険と手間がかかるということを、まずご理解いただきたいんですね。ですから、政府が言っているように、はい、もう2万件できる体制を整えたって言っても、それは、検査上の話なんです。はい、で、実際に医療現場でそれを取る方が2万件取るということはもうすごく大変なわけですね。ですから、まずそういうことをご理解いただきたい。はい、それから PCR 検査自体が、出ればもう陽性、感染してる、はい。出なければもう大丈夫なのかっていう判定に 100% 使えるかというと、実は約3割の実際には感染してるんだけれども、偽陰性という方が出てくるというふうに考えられていますので、これをやって、俺は陰性だったから、もう大丈夫だ、もう感染してないんだから、どんどん飛び回るぞ、はい、とかですね。例えばその人に、お父さんお母さんとか、おじいさんお母さんがいたとして、俺はもうね、PCR で陰性って決まってんだから、感染はしない、うつらないから、親父に会いに行こうとかですね、おじいさんに会いに行こうと、もし行ってその人が感染してたら、どんどん感染がその危険な高齢者に行ってしまうかもしれない。ですから PCR 検査というのは十分そういう限界があるということをお考えいただいて、症状がない方の全員にやる意味が本当にあるのかどうかということを皆さんもぜひお考えいただきたいと思います。先週あたり報道されてましたけれども、東京都医師会なども中心になって、PCR の検査をするところ、日経新聞が4月16日に報じてたのは、都内20カ所に設置へという見出しは立っていましたけれども、まあ、これ帰国者接触者外来であるとかそういったところがもうかなり人が殺到というかパンクしてしまいそうなっていうのの対応なわけですか、これは。そうです。今私どももそうですけども、疑いしい例が出たときに、まず相談センターに、はい、相談するんですけども、ここもほとんどもう、要するに電話がもうつながらない。3、4時間してやっとつながっても、それからまたじゃあ結局はですね、自分のところで見てくださいって話になっちゃうんですよ。だから、それで自分のところで見るわけですよね。はい、それで私どもはもう、レントゲンを取ったり、CT もですね、はい、外部に依頼して取ったりもしてます。まあ、それで、はっきりした肺炎がないんだけども、でもこれは極めてコロナっぽいと。っていうので、後々コロナだったっていう人も出てますから、はい、だからやっぱりその時点で我々が疑わしいという時に、やはりぜひ PCR ができる体制を整えないと、今そこの流れがですね、完全ストップしてる、はい、そしてたくさんの人が
コロナでですね、感染している状態になってきているので、やはりそこを整理してあげないと、やはり今みたいにですね、病院の方もこの方がコロナのかどうか不安で、結局は自分のところで見れないということで、非常に適切じゃない表現ですけども、たらい回しになっているというような状態になるわけですね。はい。だからそういうことを防ぐためにも、疑わしい例はなるべく今後はですね、PCR をしっかりやって、はい、さっきのような限界もありますけども、一応振り分けて、はい、そしてコロナだという人に対してそれをちゃんと見てもらう病院をきちっと作ると。それから軽症の方はもうそのまま、宿泊施設に移っていただくとか、そういう流れをですね、今滞った交通渋滞の状態になってますので、はい、交通整理をして、はい、その渋滞をなくしていこうということで、各地に、東京の中に、まあ、20箇所になるか30箇所か分かりませんけども、はい、そういった流れを作っていきたいということであります。東京都医師会会長尾崎春夫さんにお話を伺っております。先生、明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。会長の危機感というものが非常に伝わってくると、で特に PCR 検査万能ではないし、その確定診断としてかかってる人をかかってますよっていうことには非常に使えるけれども、一方でかかっている人でもかかってないっていうふうに出ちゃうこともあるんで、陰性を 100% 信用することができない。だからみんな家にいてねっていうのを、ここの危機感というのはもう何度でも繰り返したいとこういうふうに、会長もおっしゃってましたしね、これ緊急事態宣言がまあどこまで続くかということはもちろんありますけれども、しばらくこれは長くかかると思って、家にいなきゃいけないとこういうことをまあ強調されておりました。明日以降も尾崎会長に6時15分頃のゾーンで、お話伺っておりますんで、ぜひお聞きください。 OK Cozy up。時刻は6時55分です。メールやツイッター様々いただいてますね。こちら川崎幸区花水木さん63歳主の方、昨日ツイッターで大学生に退学を考える前に大学へ相談をというのを見ました。親御さんの困窮、アルバイト需要の変化などなるほどなと思いました。そう、このアルバイトができないから ね、学費だとかあるいは家賃払えないっていう人もね出てきてるんですよね。それからシャープのマスクについて、ラジオネームデジタルパーマさんは東京豊島区63歳の方、昨日シャープのマスクを買おうと10時にサイトにアクセスしたら予想通り集中してて繋がりませんでした。会員登録してないと買えないということで、以前登録してたらよかったなぁと、住所確認をしようとアクセスしたら、会員登録の場面にさえ繋がらない状態です。繋がるまでアクセスしようと思ってますと。毎日10時にお店が開くとこういう感じらしいので、うんうん、トライを続けていただければと。まあ、シャープのツイッターって結構面白いこと書くことでね、はい、公式さん有名ですけど、すいません、今、アクセスが3密になってますっていうふうに書いてて、お、なるほどね、というふうにも思いました。ね。そして、次第、今日のコメンテーターは、数量政策学者、高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。先々週のご登場に続いて、高橋さんには、このスカイプでつないで、ご自宅からのリモート出演という形になっております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回の時は、まあ、いろいろと試行錯誤を繰り返していて、で、その後、2週間経ってですね、結構いろんな人とこうリモートをやったんで、徐々にですけれども、いろいろ変えてきております。今日はですね、スタジオの中で、高橋さんの様子が、我々は見られるという感じになってますね。いや、私も見ます。あ、新入さん、今見えました。見えました。そうスタジオの中に入れたんで、まあこれ大学って、そう、さっきもメールにありましたけれども、どうですか、5月ぐらいからそのオンライン授業とかそういうのが始まるって感じですか。そうですね、できる人はできることでね、できない人どうするんですかね、これね。プリント配ったりするんですか、郵送で。いや、それは私はしないですけれど、もともと全部プリントもしないし、オンラインでやってた人、だから、できない人いますからね、急にやれって言ったってすぐできないじゃないですか、こういうのって。結局そういうことになりますよね。その先々週お話になったオンライン診療と一緒ですよね。いきなりやろうと思っても、そう、なかなかできない。はい、まあ、今日もですね、コロナのニュースがかなり入ってきておりますんで、解説よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お送りしております、OK、コージーアップ。お知らせを挟んで7時になります。
4月22日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さん、ご自宅からスカイプでの登場となります。高橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。新型コロナウイルス7都府県への緊急事態宣言から2週間、最低でも7割極力8割人との接触の機会を減らす、こういうご協力をいただいているところでございますが、まだ地域によっては不十分なところもあり、より一層のテレワーク等でご協力をいただきたいと思います。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、政府が7つの都府県に緊急事態宣言を発令してから昨日で2週間となりました。安倍総理は大型連休には地方への旅行を控えるなど、人との接触を8割削減するよう一層の協力を呼びかけております。16日からは全国にこの宣言が拡大されたという新型コロナウイルス対応ですが、まあ、これ今日から専門家会議でまた分析をするんだということです。この効果、まあ、なかなか数字に現れるまでにはタイムラグがあると言われてますが、高橋さんどうご覧になってますか。2週間経ったんで、はい、多分今週のデータが、うん、多分効果が出てるデータがあればね、うんうん、効果が出てるんだったら今週測ると思いますよ、うんうん、効果がどのくらいあるかって、まあ、8割減らすっていうのは、はい、分かりにくいっていう人いるんですけど、実はこれはね、会った人間の数なんですよ。会った人間の数、うん、どのくらいの人と会ってるかっていうので、私はもう先週はですね、誰とも会ってないっていうか、はい、なるほど、削減率9割以上ですかね。もう家族以外と会ってないっていう感じですか。そう、家族以外と会ってません。なるほど、家からほとんど出ていない、うん、そうですね、だからコロナ太りになってしまいましたよ。コロナ太りね、本当私もそうですね。それを言い訳にしてるところもありますけど。まあでも家から出ないということをすれば、まあとりあえずかなりの削減は可能と。まあそれができない人が困っちゃうんだよねっていうことはあるかもしれないんですけど、まあお仕事とかね、当然ありますもんね。そこがポイントですね。ですから、まあ、休業保障を徹底的にすると、はい、実はその削減率10割に近くなるんで、うん、そうするとあっという間に収束はするんですけどね。これ、まあ、都道府県によって今日、これは毎日新聞が一面トップで報じてましたかね。都道府県によっていろいろ額の差だとか制度の差はありますけれども、休業要請した都道府県のうちの8割ぐらいは何らかの形で保障すると。まあ、保障という名前ではないですけれども、まあ、これ財源が問題になってくるってことが言われてますけど、ここは、やりようはある。国ですよね。地方に頼むっていうことは、東京以外は十分な保障ができないっていうことになります。はい。それで、国で1兆円でしょ、うん、うん。それで、最初は1兆円も保障に使っちゃダメだと言ってたんですけれど、そうですよね。まあ、私ももう前から金になんか用がついてないんだとはっきり言えって言ったらですね、まあ、西村大臣はそうですって言ってましたよね。金には用ついてませんと。うん。あとでも1兆円じゃ足んなくてね、はい、10兆円ぐらい巻くと、全く十分にできるんですよ。で、10兆円ってのは結構簡単な数字でしてね、はい、日本銀行が今でも国債買い入れ枠は60兆余っているんで、はい、それを使うとあっという間に10兆円の財源は財政負担なしで作れますね。これ地方の首長さんによっては、地方で地方債を出すと、でそれをこう日銀に何とかしてくれと、それをやれば財源もこっちでも確保できるのにっていうような、まあ、ツイートしてる方なんかね、大阪の松井市長であったりとか吉村知事なんかも言ってましたけど、この仕組みみたいなものってどうですか。
一番簡単なのはでもですね、あの、国がその代わりに、国に代わりをして、はい、それで、地方交付税を配るのが一番簡単ですよね。ね、地方債買ってもらっても、それを、はい、お金を中央銀行からまた戻さなきゃいけないわけでね。その仕組みがちょっとできにくいんで、それだったら国がやって、国が全部、はい、地方にお金をまいて自由に使ってくれっていうのが一番簡単ですね。まあ、新しいことをやるよりは既存のスキームの中でこう流していった方がスムーズですもんね。全くそうです。まずは緊急事態宣言から2週間というニュース取り上げました。この新型コロナウイルスについて、後ほど7時26分過ぎのゾーンでは東京都知事の、小池百合子さんにお話を伺いますし、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでまた経済対策についても伺っていこうと思っております。続いて7時の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。スカイプを使ってご自宅からの出演となります。この時間取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮金正恩委員長が重体との報道、韓国政府は否定的見解。韓国の北朝鮮、専門ニュースサイトデイリー NK は20日、金正恩委員長が今月12日に心臓血管手術を受け療養中であることを伝えました。一方アメリカの CNN は情報当局者の話として手術の後に重体となったとの情報を発信。一方で韓国は特殊な動きは確認されていないと否定的な見解を示しております。日本時間は昨日の朝方というか、まあ10時ぐらいですかね、飛び込んできたニュースで情報が錯綜しているというところなんですけれども、まあデイリー NK は手術を受けて術後の経過良好と、で一方 CNN は手術を受けた後重体と、それだけでも正反対なんですが、韓国の大統領府の報道官は、キム委員長は正常に活動しているように見えるということで、これは一体どこを信じたらいいんだろうという話なんですが、この時間はですね、デイリー NK ジャパン編集長の高容疑さんにお話を伺っていこうと思います。電話がつながっています。高さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ本当情報が錯綜しているように見えるんですけど、そうですね、はい、これ高さんご自身どうこう把握されてますか？私はまずその12日にその手術を受けたことはかなり確証高いと思ってるんですよね。というのはまあ11日あたりにですね、朝鮮労働党の会議があって、はい、で、まあそれまでは精力的に活動していたことも間違いないと思うんですけども、はい、一番やっぱりポイントはですね、4月15日のその、金日成氏の誕生日にですね、はい、そのクムスサン太陽宮殿、これは金日成氏と金正恩氏の遺体が安置されているところなんですけど、そこを参拝しなかった。はい、これは金正恩氏が最高指導者になって以降初めてのことであってですね、やはりその北朝鮮の政治的に見るとですね、これはかなり異例中の異例であると、まあ、よくその最高人民会議欠席したことを取り上げるメディアもあるんですけど、最高人民会議の欠席にはこれまで何度もあったことですので、それほど重要ではありません。それよりもその太陽宮殿をその参拝しなかったことが、まず私はこの時点で、あ、これは何か起きてるなと思ったんですよね。で、問題はその術後のところなんですけども、はい、まあ CNN の情報に関してですね、それを否定する情報もないし、ないんですが、はい、私はそのまず、そのデイリー NK の内部情報によるとですね、まあある程度良好だということと、はい、まあもう一つポイントはですね、その昨日ですね、そのキューバにですね、金正恩氏が祝電を送ってるんですよね。へぇー、キューバに。で、まあ祝電となるとですね、こんなのは誰でもできるんじゃないかとはいうような、まあ、見方もできるんですけども、実は北朝鮮っていうのは最高指導者の祝電となると、これ当然署名があるはずですので、そういった偽造っていう、まあ北朝鮮はもちろんこの嘘と偽造でと捏造で固められた国家なんですけれども、うん、最高指導者名義のことに関してはですね、意外とそういったことはごまかしはしないっていう、まあ、ことを考えるとですね、まあ、術後のある程度良好でもしかすると、はい、ある程度経つとひょこっとまた公式舞台に表舞台に現れるんじゃないかなというふうに今の時点では見ております。
そうするとこれ韓国の大統領府が言っている、あ、すみません、ちょっと聞こえにくいんですけど、あ、ごめんなさい、あの韓国の大統領府が言っている全くその何もなく正常にっていうのはちょっとそこまでは言い過ぎってことになりますか。まあ、あの韓国はまあ正常にとは言ってるし、言ってますけども、あくまでも、あの特異動向はないということを前提にしてるわけですから、韓国は何もそういったことがないっていうのは実は否定はしておりません。なるほど。あくまでも特異な動向はないっていうような言い方ですからね。ああ。これアメリカのメディアなどは、その心臓の手術というようなあの表現もしていましたが、はい、これどういう手術だったんですか。はい、あの、私も心臓の手術だというふうに思います。まあ、心血管の手術だと思うんですけども。まあ、金正恩氏は今年から、前半にですね、その体調不安説が流れてですね、流れたんですけど、私はちょっと、ね、それに関してはですね、まあ、手術を受けたっていうのもあるんですけども、前半に流れた手術を受けた云々に関してはちょっとどうかなと思うんですけども、今回は、かなりやっぱり確証高いと思ってるんですけども、それは、その手術情報があった後に公式受、の場にまだ出ていないということと、まあ、一般論としてですね、はい、やはりそのあの体でですね、やっぱり心臓に負担がないって考える方がおかしいですよね。やっぱりあくまでも一般論です。私は医療従事者ではないので、そういったことをそのあまりその断言はできないんですけども、まあ、そういったことを考えると、やっぱり疾患を抱えているというふうに見るべきだと思います。なるほど。さあ、今日のコメンテーターは高橋義さんです。高橋さんからも。コウさん、はい、おはようございます。キム・ジョン、なんていうかな、アメリカのトランプはですね、はい、ほら、キム委員長からのレターをもらってって言ってましたけれど、北朝鮮の方が否定したって、この後はどういうことなんでしょうかね。これはね、もしかすると、アメリカは、キム・ジョン氏のその心臓手術の様子を受けてですね、何か投げかけたっていうことも考えられますよね。探りを入れた。まあ、これに対するこの反応によってですね、実際キム・ジョン氏がどうなってるのかっていうことを判断できるではないです、ないじゃないですか。まあ、そうじゃないかと思うし、まあ、いずれにせよですね、キム・ジョン氏と、トランプさんっていうのは、まあ、アメリカと北朝鮮は対立してますけども、この二人の関係っていうのはそんなに私は悪くないと見ておりますので、まあ、その辺でトランプ氏は何かこうメッセージ投げたんじゃないかというふうに私は見ております。今日の新聞などで結構報道されているのが、その妹の与正氏への権力依存みたいなものが結構あるんじゃないかという指摘もあるんですが、この辺、江さんはどうご覧になってますか。権力依存っていうのはちょっとやっぱりかなり大げさですよね。そうじゃなくても、そもそももう北朝鮮っていうのは金正恩氏と金与正氏のこの2人で運営を続けてるっていう体制を固めてると私は思っております。そう考えると、もし金正恩氏が今後、仮に表舞台に復帰したとしてもですね、常にこの健康不安というリスクを抱えると。じゃあ、それが金正恩氏が職務、執務できなかった、職務が、執行ができなかった時に誰がするかっていうのは、与正氏しかもいないし、その体制を私は固めてるとは思うんですけども、もうすでに異常されたっていうのは、ちょっと彼は、これはかなりちょっと飛ばしすぎたなと思います。これいずれにせよ、与正氏が代わりになることは私はもうほぼ間違いないと。その体制で固まってきているっていうことは、そのなんか一時期、健康不安説と並んで、その権力関係も不安だみたいな、話も出てましたけれども、むしろ、キム・ジョンウン氏のこれ、権力は固まっていると見ていいわけですか。権力不安説はこの8年間ずっと出てるし、はい、もちろんそうなるとですね、まあ、北朝鮮体制が不安になると、まあ、体制に批判的には私としてはですね、まあ、その方がある程度、まあ、好ましいという方はこれ表現良くないんですけれども、ただ現実的にですね、まあ、それはもう毎年毎回、まあ、1年に3回か4回ぐらい言われるんですけども、はい、じゃあ実際にその北朝鮮の権力が揺るがしているような事実があったかというと、何も出てないんですよね。そう考えると、ちょっとやっぱりそれも、なんていうかなりその、まあ、割とこう北朝鮮情報に詳しくない人がそういったことをすぐ飛びつくんですけども、はい、ちょっとかなりやっぱり飛ばしすぎかなと思うし、私は現状では金正恩体制っていうのはかなりがっちり固められているというふうに思っております。なるほど。最後に一点、コロナウイルスの蔓延っていうのは北朝鮮で起こってますか。
これはね、皮肉な話なんですけども、北朝鮮はまずコロナウイルスに関してかなり早い段階から経過を示していたということがまず第一点。それと、これは決して良くないんですけども、やはり全体主義国家ですので、住民の動きというのは統制しやすいですよね。そう考えると、我々が思っている以上に北朝鮮では感染拡大っていうのを抑えられているかもしれませんけども、ただもともとやっぱり医療環境っていうのは劣悪であるし、中国との関係も深いということを考えると、やっぱりある程度コロナウイルスの感染、悪影響が及んでいるっていうふうに見なければいけないと、私は思います。なるほど。高さん、朝からどうもありがとうございました。ありがとうございました。デイリー NK ジャパン編集長、高容疑さんにお話を伺いました。高橋さん、まあ、体制はこれ崩れてないけれども、ただ健康不安が、こう、最高指導者にあるっていうのは、まあ、今後どうなるかっていうのを見とかなきゃならないですよね、これ。韓国前ですよね。まあ、与党が圧勝しちゃったっていうので。選挙でね。なんか、はい、あのね、朝鮮半島にいろいろと不運級っていうかね、どうなるのかっていうふうに思いますね。そしてもう一つ用意していたニュースが、中国が南シナ海に新たな行政区を設定と、これ自体は月曜にすでに報じられてましたが、茂木外務大臣が昨日抗議をしたと、強く反対するということをコメントをしております。まあ、このコロナで各国悩んでる中ですけれども、中国は出てきますね。やりますね、これ韓国はどういうふうに言ってるんですかね。ああ、そうですよね。韓国の動きっていうのは、まあ、あんまりこう報じられてはいないですが、関係する、例えばベトナムとかフィリピンっていうのは、これ、ね、当然、面白くないというか、こうやって圧力がかかってくるっていうね。で、この時に韓国はどういうスタンスになるのかっていうんで、はい、東アジアの、まあ、安定情勢とかそういうのも伺いますよね。まあ、それによっては、こう、日本として、どう安全保障を守っていくかっていうのもかなり変わってきますね。そう、これからパートナーは韓国じゃなくて台湾になるかもしれないなとか、そんなような感じもしますよね。これコロナ後というか、コロナ中であってもそういうこと考えてなきゃいけないんですよね、本当はね。いや、もう安全保障は待ったなしですからね。別にアメリカがね、ちょっと空母かなんかでうまくいかないときですので、はい、日本頑張って、ね、日本が頑張らなきゃいけないと。はい、この時間、高橋洋一さんとお送りしてまいりました。日本総でお聞きの方は、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。今週は東京都医師会の尾崎会長、そして1都3県の知事が全員登場。飯田浩司の OK 工事アップ、コロナとの戦い最前線。さあ、今朝もこの方にお話を伺います。コロナとの戦い最前線、まさに最前線で陣頭指揮を取っていらっしゃいます、東京都小池百合子知事です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日はですね、この方にもインタビューのお手伝いをいただきます。 OK 工事アップレギュラーコメンテーター、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。それか今回のこのインタビューも鈴木さんに橋渡しをいただいて。いやいや、そんなことはないですよ、なんかもう長く取材をさせてもらっています。はい、今日伺いたいテーマはですね、先日15日に発表されました東京都の緊急対策第4弾、について、これは私ざっとですけれども、こう拝見させていただくと、今まさにこう出血を止めなきゃなんないところへの手当てっていうのが本当全体の9割以上で、 そうですね、その辺が国 の、あの経済対策とちょっと違うなっていうのがあったんですが、やっぱり現場に近い都っていうのはこういう対策になるわけですかね。まあ、やはりスピード感がないと、このウイルスとの戦いには勝ち抜けないというのがまず1点、それから国は国の役割があり、都は都の役割がある、そういう中で都としてより生活者に近い皆さんのそのニーズを汲み取って、そして対策をですね、兵力の逐次投入ではなくって、やるときはやるぞって言って、ドーンと示すことが皆さんの安心につながるのではないかと、このように考えてます。やっぱりその勢力のドーンと投入するところで、まあ、各メディアも注目しているのが感染拡大防止協力金と、これやっぱり休ませるんだったら保証してくれってみんな言ってたことですよね。それが形になった。そうですね、まあ、これは感染症を拡大させないために協力してくださった方への協力金なわけなので、保証とはちょっと違います。ただ、とにかく、鶏と卵でね、お店をやっていると人が来る。人が来るからお店を開く。だけど今はその人の流れを止めましょうと。
というのをやらなくてはいけないので、ですからこれは目的が何かというと感染症を拡大させないということが目的なんで、そこからの切り口で判断をしたのが東京都の案だということです。はい、ちょうど3月の終わりに某 BS テレビで中継でね、知事と結んだ時に僕なんか、まあ、生意気なことを言いましたけど、まあ、僕はやっぱり、ある意味でまだ僕は遅かったと思うんですね、東京都の動き。僕はもっと早くてよかったと思うし。で、だけどその後その保証の話になって、とはお金あるんだから、知事もう思い切って言ったらどうですかみたいな話を知ったら、いや、やりますっておっしゃって。それで、この協力金というのがずっと出てきてて。で、政治的なちょっと言い方すると、やっぱね、国が結構邪魔してきてるわけですよ、これね。で、国との喧嘩だと僕は思うんだけど、これ頑張って東京都が突き抜けたことによって、他の自治体が全部追随してきましたよね。つまり世論もそうですよ。だからもうそういう意味ではもうここは頑張らなきゃいけないし、第5弾また次は何を考えてるのか決意を僕は聞きたいんですけどね。第5弾というのは様子をこうずっと毎日を見ながらですけれども、私はね、この間皆さんに共にね進めたいのは、社会変革をこの際起こしましょうと、これをきっかけとして変えるべきは変えていくということになるかと思うんですね。でも、いずれにしましても、この感染症のスピードというのはですね、1人の人が 2.5 人の人に広げ、30日後にはですね、400何人にも広がるという、それが感染症ですよね。ですから、ここのところは、しっかりと皆様方のご協力というのが、お願いベースっていうのが、なんとも、日本的なんですけれども、皆さん一人一人、いや、この際ちょっと変えていこうよというムーブメントにつながればありがたいなと思いますね。東京都小池百合子知事に3日間たっぷりとお話を伺いました。知事どうもありがとうございました。もういいんですか？もっといいんですか？はい、ありがとうございました。またやりましょう。よろしくお願いします。はい、東京都小池百合子知事へのインタビューの模様をお聞きいただきました。各週木曜日のコメンテーター、政治アナリストの鈴木哲夫さんにも同席をいただきましたが、今日のコメンテーターは高橋陽一さんです。高橋さん、小池知事のお話いかがでしたか？そうですね、なんかすごく政治家らしくて、なんかわかりやすいし、なんかあれですよね。最近、小池さんの密ですっていうのがゲームになってくらいですからね。そのようですね。まあ、このインタビューの中でも出てきた、緊急対策、まあ、この予算というものが、昨日ですね、補正予算委員会で可決ということがありました。後ほど、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンで、まあ、この辺の中身の話から、日本の経済についても、高橋さんにいい解説をいただこうと思っております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、小池百合子東京都知事のインタビューの模様をお聞きいただきました。明日と明後日、このコーナーは埼玉県知事の大野元裕さんのインタビュー、それから、神奈川、そして、神奈川の黒岩知事、千葉の、森田知事、お二方にもつないでですね、一都三県の知事総登場ということで、 OK 工事アップ今週はお送りしております。ぜひ明日以降もお聞きください。時刻は7時34分です。メールやツイッターニュースについてもいろいろいただいております。こちらはですね、群馬県高崎市からいただきました。26歳の男性会社員の方、公務員は給料が減らないから給付金を受け取るのはおかしいという意見もありますが、一律10万円の給付についてですね、今回の給付金の目的の一つに経済対策があると思います。広島県知事は目的を勘違いしているように感じました。コロナの影響を受けた人受けない人に関係なく、全国民が10万円しっかり使い切って個人消費を押し上げるべきではないでしょうかと。なんか県職員だとかに給付された10万円をコロナ対策に活用すると、要するに県が召し上げるみたいな話なんですが、これってありなんですか、高橋さん。いや、なんか随分せっこい話でびっくりしちゃいますね、正直言うとね。25億円でしょ、はい、25億円ぐらいだったら、この会予算作れないと、普通の役員としては失格ですね。あと一方、
国の方もね、まあ10兆円ぐらいボンって出してあげればいいって、だからもう県も国もどっちともおかしいですね。まあ今回のこのね、10万円給付でまあ大体12兆円ぐらいの予算になると。そうですね。ねえ。いやー、まあ、ようやく、これで、諸外国と同じ GDP の 5% ぐらいが、まあ、一応財政出動という形になりましたけど、まあ、これでようやく9大点になるかどうかですか？最低ラインですけどね。最低ライン。ただでもね、これね、あんまり辞退すると、結果的にそのお金は財務省が使うってことになるんですよね。それはやめた方がいいから、あ、やっぱりいただいてね、好きなところに、自分のいつも応援してる人とかね、そういう好きな人とかに使うのが一番いいと思いますけどね。寄付だとかいろんな使い方はね、はい、ありますもんね。はい、あります。はい。この後、経済政策について7時40分過ぎ、また解説をいただきます。そしてこの後は、はだみつこの言ってらっしゃい、今日のテーマ、思いやる気持ちです。Okay, cozy up. 時刻7時44分になるところです。お送りしております、日本放送、飯田浩司の OK, cozy up。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田浩司と、新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。新型コロナ対策、東京都が補正予算案を委員会で可決。東京都は昨日、新型コロナウイルス対策で組んだ総額3574億円の補正予算について、都議会の特別委員会で採決し、賛成多数で可決しました。今日22日の本会議で成立する見通しです。まあ、この補正予算案、新型コロナ対策第4弾と銘打っておりましたが、休業要請に協力した事業者への協力金の支払いなどの対策が盛り込まれているということ、まあ、独自のものということですけれども、まあ、これ、休業保証をしないと、まあ、お店開けると、まあ、これ、お金入ってこなくなっちゃうと困るということで、開けざるを得ないというところも結構あるわけですよね、高橋さんね。そうですね。まあ、都は、財政調整基金っていうのは8000億円以上あるから、はい、まあ、楽に、3000億円と4000億円の予算も組めるんですけどね。でも、今度、いろんな、神奈川県と埼玉県と千葉県で知事に聞くでしょ。はい。そしたら、みんな、財政調整基金そんな元のないですよ。で、もう、千葉と神奈川で500億円ぐらいかな。はい、埼玉なんかほとんどないんじゃないですか。100億円ぐらいしかないと思いますよ。ここで大変ですよね。やっぱり。そういうところは、できないんでしょう。大阪あたりでもね、やっぱり、そうは言ってもない袖を触れないんだと、いうことで、まあ、国費、ね、特別地方創生の特別交付金を使うと、まあ、全体で1兆ですけれども、この規模感だと、まあ、支援の額というのも限られてしまうということですよね。そうですよね。47府県で分けるわけですからね。はい、もちろん財政によるとかいろいろと感染者の数とかそういうので軽視配分すると思いますけどね。それでも、まあ、1000億円なんては絶対に出てこないですよね。だからやっぱりこの1兆円の交付金が足りないんですよ、はっきり言えば。ここの部分は、全都道府県で、はい、もし休業保障するとしても10兆用意するとできるんですけどね。これだけで10兆そのぐらいのレベルなんですよ。では10兆円ぐらいあれば全く非常に簡単なんですけどね。とても今1兆だから一桁違うってそんな感じですね。まあ、各都道府県 その協力金とか名目はいろいろありますけれども、だいたい額を見るとまあ、20万円とか30万円とか、まあ、そのぐらい、まあ、東京都の場合は複数店舗持っていると100万円というのが出てますけれども、はい、まあ、これは結構突出して高いと、まあ、1兆円を小ハーブということになるとどうしてもこのぐらいの規模感にとどまってしまうと、しかも1回こっきりの渡し切り、そうですね。
だから、大阪は、ま、1500円ぐらい財政修正基金があるんですけどね。はい。兵庫はほとんどないはずなんで、阪神大震災があったんでね。ないはずですから。はい。そうそう。そうすると、兵庫の方も大阪と長いで、要するに50万円って書いてあるんですけど、小さく最大とか書いてあってね。はい。最大50万円って、だから最大払えないんですよね。だからこういう時には、まあ、国がもうちょっと1兆円じゃちょっと少ないから、はい、まあ、10兆円ぐらい出してあげればいいのにと、私は思いますけどね。まあ、これ、まあ、今回の、まあ、補正予算、全体で、25兆円ぐらい、まあ、真水と呼ばれる、はい、直接ね、GDP に行く財政指導が出るということになってますけれども、はい、これ、はい、コロナ長引けば、まあ、長引かなくてもだと思いますけれども、次、第2弾、第3弾、やんなきゃいけないですよね。あ、もう、今国会中にやらざるを得なくなると思いますよ。あ、すぐ足りなくなるっていうか、だったら10万円1回でったら 1回で持つわけないじゃないですか。だから10万円はもう1回やらなきゃいけなくなるだろう。もう1回というかね、はい、必要になるでしょうし、うん、それで、その後も消費伸びなければ、私は消費税の減税というものもね、提示し課題にはなるような気がしますけどね。これ、高橋さんは前々からおっしゃってましたけれども、軽減税率、全品目的を。うんうん、簡単じゃないですか。これって、軽減税率の全品目的をって、軽減税率の、要するに、どこに適用するかっていうことを変えるのって、法律必要なんですか、法改正。法律です。法律。だから、ちょっとだから法律改正が必要なんですけどね。でもまあ、簡単、システム的には一番簡単ですからね。それで、これを何年もやると大変なんですけど、2年間ぐらいの時限措置にしとけば、すごく楽、はい、簡単にできるでしょう。軽減税率、今 2%、まあ、軽減で 8% になってますけど、8% にこう下ろすと。それ以上、自民党の若手ね、攻撃と尊厳を守る会は 5% とか、あるいは、若手の中にはもうゼロに時限的にするべきだという議論もありますけど、これはどうですか？5% にしたら、まあ、水が15兆円って、それだけの話なんですよ。だからこれは、GDP がどのくらい起こったかに応じて、それを調整すればいいだけなんで。なるほど。今回、そもそも消費税で 7.1 起こってるでしょ？はい。それで、1、3がコロナの話ですから、はい、これはもっと落っこちるんじゃないかなって気がしますけどね。だから、GDP が起こったように応じて、それだけ真水を用意すればいいって、はい、単純な原理はこれだけ、それだけなんですけどね。ああ、なるほど。だから別に、最近何兆円って言わなくてもよくて、要するに、どのくらい落っこちるか分かんないじゃないですか。起こってから、実はそれに応じて決めればいいってだけなんですよ。まあ、じゃあ、もうすでに10月から12月期は数字が出ている。で、これから1、3月期の数字が、まあ、5月のゴールデンウィーク明けぐらいに出てくるって感じですよね。だからそのくらいにまた二次補正の話が必ず出ると思いますよ。これはすごいやって感じになって、数字が、うん、すごい数字が出ると思うんで。だってこんだけ経済活動がやめてればですね、これはすごい数字が出ますよ。で、そのまあ落ち込み、これどうですか？ひょっとすると、1、3月期の数字が出るってことは、2019年度の数字も出るじゃないですか。あ、それはマイナス間違いないじゃないですか。ああ、もうこれ年度でマイナスいってしまうと。まあ、しょうがないでしょ。そうすると、それ相応のこれ手当てをしないことには、補うことどころか、下がる流れを押しとどめるだけでも大変ってことになりますよね。大変でしょう。それで、それから以降、失業率がどのくらい上がるかってすぐ分かりますから、それから。はい、そうすると、失業率ですとね、リーマンショック級には、リーマンショックみたいには戻る、上がっちゃう可能性あるんですよ。あの当時 5% ぐらいまで行きました、失業率。そうそう、それが、これから1年後ぐらいに、1年間の間にそういうふうにだんだん上がってくるんですよ。だからそれは何も手当てしなければ、もう大変な、失業者の時代になっちゃうわけですけどね。それが放置できないんじゃないですかね、普通は。そうすると経済対策もそうだし。うん、経済対策やって、失業防止するっていうレベルなんですよ、今は。下手すると、リーマンショックは多分超えちゃって、大恐慌並みになるんですよ、はい、これは。ああ、IMF が指摘している通りですね。それは普通に考えたらそうなんじゃないですか。リーマンショックが超えるのはほぼ確実だと思いますよ。
経済学の中で言われ、ね、基本で言われていることで、金融緩和っていうのが、まあ、金融政策がどこに効くかって、まあ、雇用に効くと。だから雇用の指標を、中央銀行の一つの目標数字に掲げているところもありますけれども、そうするとこれ、金融緩和も相当強力に、さらにやんなきゃいけないってことですね。今はね、今まで日本銀行はサボっちゃったんで、はい、80兆のやつを20兆しか買ってないから、まだ60兆空いてるんですよね。うんうんうん、だから、とりあえずこの60兆を埋める、応えるくらいに国債をまず出すっていうのが財政政策で求められていることなんですよね。うん、で、その60兆出すとさすがにこれ GDP の 12% ですからね、はい、結構GDP ギャップは埋まると思うんですよ。うんで、その後で足りなければ、またさらに緩和するってそんな感じなんだと思うんですよね。うん、都の対策から、まあ、国の経済政策この先というところまでお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。お送りしてまいりました OK 工事アップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずは千葉の野菜の詰め合わせボックス、当選者の方発表です。はい、JA 千葉未来農産物直売所ショイカーゴ千葉店からショイカーゴ野菜ボックス5人の方にプレゼントです。川崎市西川雅人さん、目黒区松村優子さん、印西市飯野颯太さん、横浜市小島信子さん、上尾市鶴貝幸子さん、ご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。明日もチャンスありますので ね、ぜひご応募ください。はい、そして明日は神奈川県の黒岩知事と埼玉県の大野知事登場、コメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。明日もぜひお聞きください。そしてこの後8時から柿穴正しあなたとハッピー、柿穴アナウンサーとつながってます。柿穴さん、おはようございます。ございます。飯田アナウンサーや新木アナウンサー、ほいほい、お家で過ごすときは何か楽しいことしてます？あ、楽しいこと、楽しいことですか？電車の YouTube をずっとあ、この間みっちゃんにも話してましたね。え、新業は？私は一人フィットネスをしたりとか、 あとは箱から開けていなかったフィギュアを組み立てたりとか新業はなんか一人で楽しむこと多そうですね。そうですね、安楽な二人だね。楽しむのが苦手な人たちはイライラモヤモヤしてると思うんですけど、ちょっと聞いてよテレフォンスペシャルと題してですね、そんなイライラやモヤモヤを吹き飛ばしていただこうということで、はい、どんどんお電話つなぎます。そして、まあ、イライラの原因になっていそうな森永拓郎さんも登場します。なってった、はい、いやいや、私もそうなんですよ。内山信二さんはですね、今新婚なんで、なお家でどんな風に楽しく過ごしてるかを話してくれますんで、はい、はい、ぜひ聞いてください。はい、神戸牛も当たります。はい、柿穴アナウンサーでした。この後8時からあなたとハッピーです。そして今日は数量政策学者高橋陽一さんとお送りしてまいりました。高橋さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もうさすがにスカイプをつないでっていうのもスムーズになってきましたね。今回は良かったですね。何もトラブルはなかった。そうですね、あと30秒ほどで終わらんとしてますけれども、このまま終わってくる。本当トラブルちょっと期待してたんですけどね。期待しないでくださいよ。結構みんなヒヤヒヤしながらね、事前に回線のチェックなどもできたんで良かったと思いますが、まあ、こんな感じで、まあ、長く続きますかねこれ。まあね、長期戦ってのはその通りですね。そう簡単には終わんないんですよ。5月6日で収束が出るかどうか、いや難しい、どこぶこぶかな。まあもちもちやっていきましょう。というわけでこの時間の相手、日本総飯田浩司と高橋陽一と新業一華でした。この後は柿花ただしあなたとハッピーでお楽しみください。神戸牛も当たります。鶴光の噂のゴールデンリクエスト、鶴光でおま今日夕方6時から